こんにちは。こんにちは。ちょっと聞きたいことがあって。何でしょう。もうすげえムカついてたの最近。何？気になってさ、しょうがなかったんだけどさ、はい、ちょおすすめのさ、なんか美容施術みたいなのあったら教えてほしいの。いや、おすすめっていうかなんかやってよかったなみたいな。でもこれめちゃめちゃある。みんなと被んないだろうなっていうのもあって、言いたいのが一個ある。教えてよ。いやもう俺マジでもう圧倒的にもうジェルネイルです。ああ、ネイル確かにさ、てかめっちゃ頻繁にやってない、うん、頻度どんぐらいでやってんの？3週間から4週間くらいで変えてるんだけど、めっちゃやってんじゃん。楽器弾くとさ、汚くなるんだよ。爪の中とかね。やるときもさ、爪塗りたいんだけど、塗ってさ、ちょっとやったらな、剥げてるから固めてみたいな。結構ストレスで、ネイルやったらオフしたりしなきゃいけなかったりするじゃん。それもめんどくさいからなとか思いながらやってみたの。そしたらもうめちゃめちゃ良くて。めっちゃハマってるよね。いや、めっちゃハマってるし、なんかずっとやりたいデザインがあるから、なんかもう全然苦じゃないし。ただもう多分ギャルの方とかより全然やってるでしょ。うん。やっぱね、爪が綺麗だと、なんか可愛いとな、なんかね、嬉しいというか。やっぱそういうさ、昔から乙女的な一面あるのかな。暇な時とかめっちゃ見ちゃうじゃん。でもさ、そういえばさ、爪さ、自分で塗ってる時期結構あったの。で俺さ、でもジェルネイルやりねえよ。一応知り合いの人もいるし、なんか絶対お前おしゃれだからジェルネイル結構流行ると思うと、多分GA ぐらいからずっと言ってたんだけど、いや、いいよ、言ってたよ。そう、なんか、なんか嫌だったの。なんとなくめんどくさくて、絶対もうやった方がいい。でもさ、インスタとかよく載せてるのめっちゃ可愛いなと思うんだけど、あれってさ、毎回同じところに行ってんの？あ、同じ。でも行ってるところは、ここに行くみたいなのが多いけど、割と適当だったり。あ、そうなんだ。でもいつか、アニメのキャラクターとかやってみたら、イカネイル。なんかね、うちのスタッフさんもやってたよね。弱虫ペダル。あれで自分の顔をさ、ガッチリ痛いじゃん。だからメンバー全員の顔をさ、一本ずつ入れる。それは絶対嫌だけど、五条悟とか、あとウルキオラとか、はいはいはい、あとデスノートのエールとか、ああいいね、やりたいなって思う。でも顔が変になったら嫌だよね。嫌だ。なんかそう、それこそショボタンがやってた時にウィドウスじゃアキラ君の顔が気持ち長かったのそれでさ、3週間過ごさなきゃいけないと思うとかなり人選ぶよね。あ、だから怖くてまだできてないんだけど、いつかやってみたいし、もう男の人もね、絶対おすすめ。ああね、なんかもうどこ行っても店員さんとかが絶対可愛いって言ってくれるから。言ってくれるよね。そう、めちゃめちゃね、やった方がいいと思う。あとやっぱメンズネイル今流行ってるっていうもんね、うん、そう、昔よりなんかね、敷居は低いと思います。みんなも俺と一緒に美しくなりましょう。じゃあみんなもね、テイカのインスタの投稿を楽しみにしててください。あざす。こんにちは。こんにちは。いや、ついに話さなきゃいけない時が来たか。うん、やってよかった。なんだっけ、美容、美容の施術。なんかお前どんどんなんか美しくなってるから、なんか隠してんだろ。美しくなってるでしょ。医療脱毛です。あ、医療脱毛は俺2016年の時に、まずヒゲとか顔は医療脱毛だったんですよ、うんうん、当時前のバンドのメイクさんに、まあ、結構ヒゲ濃かったんですよ、レオ君脱毛しないのみたいな、ここが安くて今キャンペーンやってるみたいだみたいなのを教えてもらっていって、4年通い放題で6万とかで、めちゃめちゃ本当に安い。すごくない？そう、今のさ、あれで言ったらもうありえない。今はもうね、マジで多分主流になりすぎてないんだけど、そんなの。で、もうめっちゃやっぱ良かったし、で、なんで医療がいいなと思ったかっていうと、そのエステがダメとか全くないんですよ。エステもすごい良かったんですけど、そのメンバーがみんな同じエステのとこ行ってて、でそこに、まあ、ずっと毎月、まあ、お金払って行ってて、もう体もかなりもう薄くなってすごい良かったんですけど、うん、ある時やっぱ医療が永久になくなるみたいな感じじゃん、はいはい、そう、エステだと、まあ、あの減毛って言って少なくはなるけど、まあ、また生えてくるみたいな。で、切り替えまして今年の春前ぐらいでも全部やってるんですよ。もう髪の毛、うん、眉毛以外は全部やってるんですよ。効果がやっぱ最高です。そうなんだ。もう全然生えてこないし、結構値段はね、高かったんですけど、今6回で40万ぐらい。お、高いね。高かったんですけど、まあ、でも毎月エステで永久に払うよりは安いんじゃねと思って。まあそうだよね、うん、でも俺とか龍河だとさ、もう眉毛と髪の毛が生えてこないからさ、なんかそもそもが分かんないけど、なんかレオが言うのはそうなんだろうと思って。全員全身だと思ってます。珍しいバンドと思います。全員全身だと思います。本当に良かったです。なので、まあ、女性とかはもうさ主流だと思うんですけど、まあ、メンズマジでおすすめです。でも確かにさ、でも今ってさ、なんか男の人も割となんか当たり前になってる感じしない？
なんか俺らがさ、その学生とか若い時ってなんか、え、脱毛みたいな、ちょっと惹かれるまではいかないけどさ、なんか男の人の毛がないみたいなさ、うん、逆になんかちょっとあったじゃん。逆に今なんかみんなね、やってるもんね。確かにね。もっともな40代とか50代になった時に髭生やしたくならないか心配してる。そしたら植毛すればいいんですけど。忙しい。忙しい。そしたら月髭します。うん、はい、まあ。そんな感じで僕のおすすめの美容施術でした。あざす。じゃあラスト両側お願いします。本当におすすめなのは、これ眉サロン。ね、今うちのバンドで唯一行ってるよね。そう。で、これ俺3週間に1回とかかな、行ってて、で、前の美容動画撮ってて俺いなかったんですけど、美容院も俺3週に1回ぐらい行ってて。あ、そうだよね。そう、めちゃくちゃ行ってるんですけど、まあ、眉サロンはね、俺なんかその自分で眉毛もともとなんか左右一緒にするのがちょっと苦手。難しいじゃん。なんだけど、なんか左右違うのも本当にめっちゃ気になっちゃって、っていう理由で行き始めたんだけど、なんかね、ちゃんとその人の顔を、よくしてくれるデザイン、本当になんかたくさんデザインがあって、でそのもちろんプロのスタッフさんが顔診断みたいなのをしてくれて、こういうのが似合いますよっていうのをいくつか提案してくれて、あとなんかその好きな芸能人男性のいますかとか、そういういろいろ話して、じゃあこういう方向にしましょうみたいな感じで、眉毛の周りになんかねこうやって描いて下描きみたいな。すげえ。でそっからもう周りの毛をなんか脱毛、ワックスが脱毛して最後綺麗にカットしてもらうんだけど、めちゃくちゃね、なんか普段もメイクとかしなくても顔がちゃんとなんだろう、俺も多分顔がちょっと薄めなんですよ。いやいや、でもメイクさんもみんな言ってた、両学の眉毛がマジで一番綺麗で、なんか本当にもうめっちゃ綺麗で、そう、あのなんかね、結構そのメイクさんにその他のバンドの子でなんかその眉毛を綺麗にしてほしい子がいて、なんか俺が行けるとこ紹介したいから教えてみたいな言われたこととか、バンドの時のメイクもすごい映える、なんかほぼほぼもう色塗るぐらいで特に何もしてないんですけど、感じでメイクも映えるし、そういう感じがして、そこから一回行ったらもうなかなかもう自分でなんか触りたくなって、もう自分でやってないじゃん。全然やってないです。え、3週間に1回、3週1回、まあその人も多分伸びる頻度もあるんだけど、結構早いから、ちょっとなんかボサボサしてると気になっちゃうんで、まあ、3週間に1回ぐらい出てます。それってブリーチとかもしてくれるの？眉ブリーチとか。ああ、やってくれんじゃないかな、なんかいろいろオプションとかもあって、それこそなんか早く生えてくるさ、やつ塗ったりとか、あとなんかその額の脱毛とかもあるし、なんかね、すごいいろいろパックとかもしてくれるし、すごいおすすめです。すげえ。ぜひ行ってみてください。俺も行ってみたい。じゃあそんな感じでね、今日はあの俺とレオとテイカのおすすめの美容施術って感じで、まあ、俺らもね、多分そんなにたくさんいろんなことをやってるわけでもないんですけど、みんなに、ね、かっこいいと思ってもらうようにこうやって頑張っていろいろ言ってます。ちょっとね、話すのも恥ずかしいんですけど、逆になんかみんながね、こういうのおすすめみたいなのあったら、まあ、コメントで教えてもらったら嬉しいし、俺らも、ね、もっとかっこよくなれるように頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、じゃあそんな感じで今日の動画がいいと思ってくれたら、高評価とチャンネル登録お願いします。美白で毛がなくて爪も可愛い俺らが今絶賛なんだね、ツアーを回っております。そうそう、イエーイ。もうね、割とね、ツアーも回ってきて、そうだね、もう折り返ししてんの。そうだね、と言いつつ、まあ、まだまだね、ファイナルまで、ね、駆け抜けていきたいと思うんで、もしご予定が、ね、あったり、まあ、もちろんもう来てくれるという予定のある方はね、本当俺らと最高の夏にしましょう。というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。目となく濡れ出した思い出たちが